皆さんこんにちは、とんちゃんです。ここは神戸市長田区地下鉄カルモ駅前です。今回はここを出発して兵庫運河沿いを歩いていきたいと思います。明治の先人が作った神戸の遺産屋で、このカルモ駅から200メートルほど東に進んだところに高松橋があります。あ、着きました。これが高松橋ですね。そしてこのこれがね、兵庫運河です。高松橋はこの兵庫運河にかかる橋です。いやー、でっかいですね。兵庫運河は日本で一番大きい運河なんだそうです。いやー、こうやって橋の上から運河見たらね、ちょっと怖いくらいですね。めっちゃでっかい。向こう側に見えるあのでっかいビルが川崎重工ですね。今回はね、この兵庫運河をじっくりと歩いていきたいと思います。この橋の一番西側の方にね、銅像が立ってるんですよ。これ前から何の銅像かなと思って気になってたんですけどね、この銅像ですね、石像。この銅像は八尾善次郎の像って書かれてますね。この方は明治の時代にこの兵庫運河を完成させた方なんだっていう風に伝わっています。大変な難工事やったみたいですね。でっかい男です。僕もそれぐらいでっかい男を目指します。でっかい男に俺はなる。ほど遠いわね、この兵庫運河でっかいですね。神戸市のホームページによると、兵庫の町は奈良時代以来兵庫の津と呼ばれて港を中心に栄えてきたそうなんですが、和田岬が船の難所になってまして、船の事故がすごい多かったそうなんですね。和田岬は波風が強くて、当時船の航行に相当苦労したそうです。それは困った困った駒取り姉妹ということで、明治時代にえらい苦労して、先ほどの八尾善次郎さんの指揮のもと兵庫運河が作られたそうです。和田岬の航行は事故が多いので、運河を通ることによって事故を防いだのです。この運河のおかげで和田岬を避けて船が安全に航行できたようですね。すごい大事業ですよね。ほんまにどえらい難工事で、運河完成には25年もかかったそうです。ちなみにその工事で出た土砂を使ってできたのがカルモ島です。でここからしばらくは兵庫運河沿いを歩けませんので、一本東側にかかる三崎橋というところまで行ってみたいと思います。はい、というわけで先ほどの橋から一本東の三崎橋にやってきました。なんかこう地面がもりっと上がってますね。でなんかでっかい工場があって、川崎重工屋で、おお、この辺に来たらもうほんまに運河がめっちゃでっかいのが分かりますね。あ、なんか誰かボートで船出していますね。これから世界に向かって羽ばたいていかれるんでしょうかね。運河の調査やと思うで。神戸市のホームページによると、昭和の頃になると運河は輸入した木材の保管場所として使われるようになりました。僕が子供の頃はね、運河に丸太がいっぱい浮かんでて、なんか汚かったのをよう覚えてます。あの頃は運河に浮かんだ丸太の上で忍術の修行をしておりました。嘘つけ。今は輸入方法が変わったそうで、材木の保管場所として使われることはなくなったそうです。せっかくなんでこの橋をね、ちょっと越えて進んでいきましょう。橋を越えて進んでいったら、この先には某ホームセンターがありましてね、とんちゃんもそこに行くためにこの道はよう通るんですけどね。で改めてここを歩いてみるとね、めっちゃ工場な感じですね。超巨大な工場で、これ電車作ってます。神戸の誇り屋で、ごっついですよこれ。でここに見えてますのが神戸市ものづくり工場っていうんですよね。前からねここ通ってて、なんなんやろこれって気になってたんですけど、なんなんやろこれ。ここは神戸電鉄さんが管理する施設で、震災で被害を受けた中小企業さん向けの賃貸工場なんだそうです。賃貸やから、まあ工場のマンションみたいな感じですよね。製造業者向けに生産・創業できる場所を提供しているんだね。
そういうことやったんですね。知りませんでした。結構利用されているようで、今のところ空きはないそうです。全部埋まってるということですね。というわけで、もう一回運河の方に戻ります。運河もね、昔から比べたらだいぶ綺麗になってきて、ここから東側はね、綺麗に生まれ変わりつつある兵庫運河を見れるみたいですね。神戸市のホームページによりますと、兵庫運河にはそこにヘドロがいっぱいあって、水面には油がいっぱい浮いてて、とても生き物が住めるようなところではなかったそうなんですけど、規制とか地域ぐるみの活動の成果で水質がだいぶ改善したようなんです。それで今はこの運河にも生き物がだいぶ住み着くようになったみたいですね。あ、ほらほら、魚泳いでますよ。ほら、魚はもちろんカニとかヤドカリも住むようになったそうです。アサリの養殖もしているそうですよ。アサリの養殖を。こうやって改めて兵庫運河をね、眺めてみたら、なかなかええ景色になってますよね。実際にこう目で見た感じでもね、水が綺麗になってるのが分かりますね。うん、なんか下のこの、これなんていうんですかね、この岩みたいな、こんなんも見えるし、この辺りはなんか試験的にね、こういう岩場を作って生き物の住める環境をね、整えてるみたいですね。神戸市の公開 PDF ファイルによると、今兵庫運河では兵庫運河の自然を再生するプロジェクトが地元の企業や漁業協同組合を中心に進められているそうです。生き物にとって生活しやすい運河作りがされています。神戸市は地元の浜山小学校の子どもたちに兵庫運河についてのアンケートをしたそうです。その結果、魚と触れ合える場所にしたい、水をきれいにしたい、浅い場所に岩で囲って魚を入れる、魚が卵を産んだり隠れたりする場所を作るという意見が寄せられたそうです。その提案、希望を反映した上で環境に配慮しながら計画を進めているそうです。兵庫運河で生き物が増えていってくれたらいいね。うん、こうやってね、かなりでっかい規模で岩場が作られてますね。こうやって岩場見たら、なんか貝殻があったり、岩になんかへんばりついてたりしますね。貝がおるんやな。昔は船の航行とか材木置き場とかね、いろんな使われ方をしたこの兵庫運河なんですけど、今はこうやってね、自然豊かな顔を持たせたり、水上スポーツなんかもされるようになって、兵庫運河の新しい顔を見せようとしています。おお、あ、お、砂浜や。砂浜があるで。なんか意外ですね、兵庫運河に砂浜があるなんてね。これ行けるんかな。なんかまあまあ綺麗ですよ。ちゃんと砂浜ですね。あそこになんか入り口っぽい門があるみたいですけど、ちょっと閉まってるみたいですね。ちょっとあくまで行ってみましょう。ここがなんか公園になってまして、なんか広場ですね。で、ここは材木町。ここ材木町って言うんですか。すごいですね、材木置いてたから。材木町浜っ子キラキビーチ。キラキラビーチやで、わかるやん。神戸市立浜山小学校って書いてますね。ほんで、あ、やっぱりこれ鍵かかってて、この先砂浜になってるんですけど、下には降りられへんみたいですね。神戸市のホームページによりますと、ここはキラキラビーチと言いまして、この広場や砂浜で小学生向けに環境に関する授業をするそうです。早い話が教育施設やな。で、ここはね、この公園からすぐね、この JR 和田岬線の線路が見えるんですね。この線路、運河を渡る橋がかかってますよね。この和田岬線の鉄橋は回転式だったそうなんですよ。和田旋回橋、日本に現存する一番古い旋回橋がこれやで。兵庫運河を船が航行していた頃、この橋が回転していたそうです。しかも
人力で回転していたと考えられているようですので、驚きびっくりです。今は、船が通ることもなくなり、回転する設備は、取り外されているみたいだね。で、この運河を、さらに東の方に進んでいきたいんですけど、この JR の線路があって、こっからはね、東側に進めませんね。というわけでね、ここからぐるーっと回って、運河沿いをさらに東の方に進んでいきたいと思います。この辺はね、中小企業さんがめっちゃ多いとこです。中小企業が踏ん張ってるから、日本がなんとか踏ん張ってるんだ、とかいうね、そんな話をどっかで聞いたことがあります。日本の中小企業の皆さん、けっぱれ。というわけで、兵庫運河のぶらりも大詰め。トンちゃんは、第二次大戦の神戸大空襲を乗り越えたという、大和田橋へと向かうのでした。ああ、着きましたね。これが、大空襲を乗り越えた、大和田橋ですね。すごい立派な橋ですね。大和田橋って書かれてますよね。この辺は有名なんですけどね。昔は大和田の泊まりって呼ばれてましたよね。その大和田なんでしょうね。大和田橋は大正時代に作られた橋で、石の作りでね、なんか見た目にもごっつい橋ですね、これ。おほわだ橋。これで大和田橋ですよね。で、この橋の端っこの方に大空襲の慰霊碑があるそうなんですけど、なんかここの横になんか折れた石柱が置かれてますね。これ一体何なんでしょう？なんじゃらほい。この石柱の上になんか字が書いてありますね。ちょっと読んでみましょうかね。大和田橋戦災震災復旧モニュメント。1945年3月17日の神戸大空襲では、水を求めこの橋に避難した多数の市民が炎に巻かれ犠牲になりました。橋にはその時の炎で黒く焼け焦げた跡が今も残っています。そして50年後の1995年1月17日の阪神大震災により、この橋自体の真鍮が崩れ落ちる被害を受けました。ということで、この石柱は阪神大震災の時に折れた石柱ってことですね。やっぱ地震すごかったんですね。じゃあせっかくなんでこの大和田橋の周りをちょっとぐるーっと見回ってみようと思います。その、焼かれた方が水を求めて犠牲になったっていうのは、おそらくはその、もう焼けてね、火に巻かれた方々が、この運河に飛び込んだんでしょうね。で飛び込んで、溺死したってことじゃないですかね。そういう悲しい歴史もあるんですよね。悲しすぎるよ。ここにも書かれてありますね。戦災殉職者慰霊碑来歴。大東亜戦争末期昭和20年3月17日、アメリカ合衆国 B-29 爆撃機の神戸大空襲にあったこの地、大和田橋した暗渠内で多数の方々が被爆死されました。あの悲惨な状態、猛火のもと、恐怖と悔しさの地獄図は、日本人として未来永劫を忘れることはないでしょう。ということでね、この大和田橋はね、そういう悲しい歴史も背負って、今もあり続けてるってことでね、僕もいい勉強になりました。当時の神戸の方々、つまり私たち神戸の先輩方は、どんなに悔しい思いをされたのでしょうか。当時を経験された先輩方は、今、どのぐらいご存命なのでしょうか。世間から忘れられようとしている気がしてなりません。で、その焼き焦げた方の燃えた跡が今も残るっていうのはどこにあるんでしょうかね。ちょっとここにはそれらしいものは見当たりませんね。ちょっと川の向こう側、反対側も行ってみましょうかね。先ほどの川の反対側は特に何にもなさそうですけどね。その焼けた跡っていうのはどれのことやろう。ちょっとわかりませんね。ちょっと見た感じ何もなさそうですけど、ちょっとわかりません。お、綺麗、めっちゃ綺麗な。
右側にでっかい商業施設イオンモールが見えますね。この辺りからイオンモールまでは綺麗なプロムナードになってます。で、プロムナードって一体何なんですか？知らんのかい。ここ前ね、イオンモールの某バーガーキングがテラスになってましてね、この運河を見ながら食べれる、そんなとこなんですけど、運河でね、噴水が上がってるところが見えましたよ。今はね、ちょっと見た感じ噴水上がってないみたいなんですけど、かなりね、綺麗なところです。うん、今日はなんかあんまり人いないですね。いつもここ人ぎょうさんおるんですけどね、みんなもっとええとこ行っとんかな。今はこの辺りにも兵庫の津ミュージアムとか、なんかこんな綺麗な場所ができてね、昔の兵庫運河から考えたらどえらい変わったもんですよね。今はもうなんかちょっとした観光名所みたいな、そんな感じになってますね。はい、というわけでこの辺りでこの某チョコボールを開封したいと思います。よいしょ、では行きます。外れ。はい、ということで今回は兵庫運河をずっと歩いてきました。お疲れ山。いやー、でもこの辺りほんまいいですね。夜になったらね、なんかたまにね、この辺り一帯がライトアップされてジャズライブとか、そんなイベントもあるそうで、めっちゃええとこになってます。ほんまに兵庫運河綺麗になりましたよね。はい、というわけでね、今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ごきげんよう。